はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第125回でございます。で、今回テーマちょっとバランス悪くなっちゃったんですけど、そこの書いてるやつがね、受験をするみんなへということで、今週は、先週にも告知したように金曜のアップとなります。はい、明日からセンター試験だからね。で、私ハイチ今ものすごい緊張してまして、で、あのね、たまたまだったんだけど、たまたま今週お話しいただいてこういう形になったんで、このタイミングで撮ろうって思って今撮ってます。すごい緊張しながら。だからね、あのそこに書いてるハイチの、みんなが見てくれてる今ハイチのダラダラジオテーマと書いてあるでしょ、手が震えちゃってねすごい書けなくって、そう、まあ、こんな感じでもうバランスも悪くなるみたいなことになっちゃったんですけど、何かっていうとですね、あと30分で今我が家にテレビのクルーが来ます。はい、今日テレビの撮影が入りまして、で、あとでね、あのツイッターとか、まあ、動画とかでもね、あの言おうと思ってるんですけど、ちょっと芸能人の方も今日いらっしゃって、インタビューというか、そう、収録をするんですけど、家で。これでね、家にその取材に来て、テレビのね、関係の方が来てくれるの4回目なんですけど、やっぱり慣れなくて、段階受けても。で、前回、まだちょっと今回番組名言えないんであれなんだけど、あ、でもこの時点、みんながこれを聞いてくれてる時点では、もしかしたらね、あの聞いて、まあ、もう分かって、ツイッターとかで言ってるかもしれないけど、そう、前回がね、そのビートたけしのテレビタックっていう番組にね、そう取り上げてもらって、で、やっぱりテレビの影響ってすごくてね、そう、いろんな反響があったんだけど、その分怖いっちゃ怖いんだよね。そう、どう受け取られるか。やっぱ YouTuber として取り上げられてお金の話もするからさ、そう、だから今回もどうなのかなとかってちょっと不安だったり、うまくできるかなとか、あと自分一昨日から物もらいになってしまって左目めっちゃ腫れてるのね。そう、でもそれで出なきゃあかんからとかね、いろいろあるんだけど、あの失敗したらどうしようとかね、うまくいかんかったらどうしようっていう緊張、今これね、ダラダラジオ撮り始める直前にそのスタッフの方というかディレクターの方から電話が来て、あと30分で着きますっていう、ちょうど来たところだから、今一番緊張がピークなんですけど、まあもちろんね、明日からセンター受ける方とか、まあこれからね、まあ私立のね、あの高校入試始まってるとこも多いですけど、こう、これからね、受験立ち向かう本命校をね、受ける方なんかに比べたら、そのね、みんなの失敗したらどうしようとか不安な気持ちに比べれば、こんなんへのかっぱなんですよ、本当に。ですけど、まあより近い心境で話せたらいいなと思って、こうディレクターさんから電話来るって分かってたから、電話来たらすぐに撮り始めようと思って今撮り始めてます。いい機会だなと思ってね。で、まあなんかこういう緊張感をね、やっぱ覚えながら喋ると、まあなんかこう何喋ったらいいんかなとかね、すごい今考えてますけど、いつも言うようにみんなにはね、ぜひその後悔しない受験をしてきてほしい。センターの子も私立入試も、まあこれね、もうちょっと後だけど公立入試の子も、終わった時にお疲れって自分に言ってほしい、言えるような心境で終わってほしい。で、正直ね、そのまあ5科目3科目センターだったらね、まあ何科目受けるかその子によって違いますけど、1科目1科目受けてって、やっぱり気持ちの浮き沈みが出てくる。うまくいった時はうまくいったらいいんだけど、やっぱりそううまくいかないんで、全部は1科目目から、まあ、自分前話したけどね、数学でね、そう、数学でね、あのやらかしたと思ってすごい落ち込んでとかで、受験って1科目1科目の間に結構休憩時間があったりするから、いらんこと考えるんだよね、そこで。もう、ああ、もうダメだみたいな。そうで、ぜひその気持ちのコントロールではないんだけど、受験受けるでしょ。でその時によくできたとしても、出来が悪かった、感触がね悪かったとしても、終わったことだからって、よし次って、よし次行くぞっていう気持ちで、その強い気持ちだけは忘れずいてほしい。でもう一個大事なことがあって、そのテスト受けてる時、受けてる最中ね、休憩ではなくて、で、まあ、なかなか難しいんだよねって思ったように取れないとかあるんだ、解きながら、いや、やっべどうしようって。でそういう時に限って周りのシャーペンとか鉛筆を動かしてるとかめっちゃ聞こえるの、カカカカカカとか、でセンターだったらマークとかシャ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 みたいな、やっべーすげえ解けてる周りね、どうしよう、やばいみたいなって思うんだよ、焦ってくると。でもそんな本当に思わなくていい。カッカカッカ書いてるかもしんないけど、それ当たってるわけじゃないからね、別に。そう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 、自分が難しいと思ったら周りも難しいって思ってるよ。そう、今年の問題が難しかったんだって。であれば焦って力が出せない状態になるのではなくって、
いい、大事なことは1点でも多く取っていこうって。全体的にあんまできなかったとしてもであればもう一通り終わったと。で、難しい問題でも解けないって。だったらできたって思った問題を見直しに行こうって。ケアレスミスがないかなって、符号付け忘れてないかなって。数学だったらね、1点でも多く取ってくる。必ず最後のチャイムが鳴る瞬間まで戦い抜いてきてください。で、その最後の1秒まで諦めずに戦った、その経験と自分の姿勢というか、そのね、戦ってきたっていう思いは絶対次につながるから、最後まで諦めなかったって。で、それって一番後悔のない受験になると思ってるんで、あ、ちょっと待ってね。はい、ということでちょっと大変失礼しました。ディレクターさんが電話かかってきてしまってね、ちょっと編集でつながせてもらいましたけど、で、話をね、戻すと、その最後の、1秒まで戦い抜くっていう姿勢が後悔のしない受験につながると思ってますので、どんなに焦ってもね、平常心、できる限りね、平常心、慌ててる自分に慌てない。いいんだって。そう。ただ、できる問題、できたと思った問題を確実に取ってこよう。だってそれが今の自分の実力だから。ぜひ、みんながね、1年間、半年、2年間わかんないよ。どれだけ受験勉強やってきたかわからないけど、みんながこれまで頑張ってきたことを 100% 置いてくるのは無理だから。やっぱり。それは難しい。例えば自分でも、去年講演会やらせてもらいましたけど、めちゃくちゃ練習してめちゃくちゃ準備したんだよ、講演会。でも話そうって思ってたことの半分ぐらいしか話せなかったの。やっぱ忘れちゃうんだよね。実力出しきれないんだよね。けれど、やっぱり出しきれなかったけど、自分はやっぱ最後までしっかり強い気持ち持って話し切ってきたから、ああやってよかったって、やりきったなっていうふうに思えるし、ぜひみんなにもそうなってほしい。一つでも多く、ね、自分が頑張ってきたことを、その受験会場の回答用紙にぶつけてきてください。で、発表がね、それぞれ、本命校の発表がいつになるかわからないですけど、みんなが笑って笑顔で、それが志望校、第一志望なのかそうじゃないのかわからない。でも第一志望じゃないから笑顔じゃないってことはないから、みんなが笑顔でね、前向きに明るい気持ちで4月それぞれの入学式を迎えることを心から願ってます。そして一つでもね、多く取れる幸運のある受験になることも心から願っております。ではちょっとね、途中グダグダしてしまったんですが、ここまでね、聞いていただいて本当にありがとうございました。ではあと15分ぐらいです。自分はね、ひとまず皆さんがこれを聞いてくれてる時にはもう撮影は終わってます。どんな気持ちでいるかはわからないです、自分が。けれどみんなに言ったように、もしかしたらうまくできんって思うんだよね、撮影してる時に。ああ失敗したとかっていっぱい思うんだけど、どんなに失敗したって思っても、最後の OK、終わりました、終了ですって言われるまでは、俺も強い気持ちで頑張りますんで。ね、まず自分が率先してやってくるから、みんなもぜひね、センター受ける子は明日、明後日。そして、私立入試、公立入試と。もちろんね、大学のね、国立二次とかもありますけど、私立もありますけど、受ける子たちも、ぜひ頑張ってください。ね、一緒に頑張りましょう。では、今回は、ハイチのダラダラジオ第125回テーマ、受験をするみんなで喋らせていただきました。今回もね、ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。で、次回なんですけど、今週日曜にもしかしたら、どうだろう、ちょっとわからないんですが、自分毎年ですね、卒業記念動画っていうのを撮らせてもらってまして、後でツイッターとか、ここのね、リンクとかにも貼ろうとは思ってるんですけど、それのお願い動画を撮ります。でもちろんそれは強制ではないので、ちょっと見ていただいて、参加してあげてもいいかなって思う方は、ぜひね、参加してもらえたらと思うんですけども、ぜひ、こんなんやってるんだっていうのを知ってほしいなっていう思いもありますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。